はい、こんにちは、広報部本田です。今回ですね、ご質問がありましたので、それについてお答えしていきたいと思います。最近、広報部さんの動画を見てファンになりました。数年後、家を建てたいと思っているので、クオホームさんも視野に入れて考えたいと思います。2点ほど質問します。1、ネットなど情報だと、クオホームさんは高気密、高断熱などを得意と書いてありますが、逆に不得意な分野はありますか？ 2、ハウスメーカーさんなどを脅威に感じることはありますか？あるのであればどういったところを脅威に感じますか？またないのであればその理由も教えてください。というご質問いただきました。うちがですね、高気密、高断熱は得意とは、一応言ってはいるんですけども、まず最初のコンセプトというかですね、考え方はですね、家を建てた後ってやっぱすごくお金がかかるんですよね。なので、私たちがまず言ってるのはですね、家を建てた後にかからない家作りをしよう、お金がかからない家作りをしようというふうに言っていますので、メンテナンス費、ランニングコストがかからないお家を建てるっていう前提になっています。その結果、高気密、高断熱ってお家がいいっていうだけの方、ことであって、それはあくまでも一つの手段としか考えていないので、全然苦手ではないんですけども、そういったところを、得意にしているというかですね、考えた家作りですね、メンテナンス費がいらないですね、イニシャルコストをかけてランニングコストを抑えるっていう家作りがいいんじゃないかなというふうに思っていますので、そういったことをしているということですね。逆に不得意な分野って言いますと、やっぱりその辺の、安かろうじゃないんですけども、価格を重視したですね、安い家っていうのはですね、不得意と言ったらあれなんかもしれませんけど、建てたくないというのは、ありますね。それはもっとローコスト系の会社でね、得意なところがありますので、そういったところで、頼まれたらいいんじゃないかなというふうに思いますので、価格重視のお家は、お受けしていないっていう感じですかね。だと思います。2番のですね、ハウスメーカーさんなど脅威に感じることはありますかという形なんですけども、別に、脅威っていうことではないんですけども、やっぱりハウスメーカーさんっていうのはですね、すごいなというところはありますよね。やっぱりあれだけの、集客力とかですね、お客さんに、保有する提案力とか、いうのは本当にすごいなというふうには思うんですけども、僕らがですね、よく思うのは、ハウスメーカーさんと工務店さんっていうのはもう全く違うもんだというふうに思っています。ハウスメーカーさんの場合は、家をやっぱ買いに行くんですよ。あるものを買いに行く。もう決められたものを買いに行くという感じですよね。で、僕らみたいな地場の工務店さんっていうのは、家を作るですね。自分たちと、お客様と一体になってですね、家を作るっていうところ、家を作りたいのか買いたいのかっていうところなんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、オーナーさんがどちらに価値を感じるかっていうところですよね。できてるものをそのまま買う方が、気が楽だし、安心だなと思う方はそれでいいでしょうし、一生に一回、35年ものローンを組んで、買うのであれば、せっかくなんで自分たちの思い入れが詰まったお家を考えてですね、家を作りたいというふうに思われるのであれば、僕らみたいな工務店さんを、探して選ばれる方が、人生のこう大きいイベントとしてですね、楽しいんじゃないかなというふうに思っていますので、僕らはそのイベントのですね、お手伝いをですね、しっかりしたいなというふうに思っていますので、家を作りたいのであれば、千葉の工務店さんなりとかですね、頼まれる方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、せっかくなんでね、楽しみたいんじゃないかなというふうに思ってますし、楽しみながらやれるのであればぜひ一緒にやれたらなというふうな思いでやっていますという感じです。なのでですね、ハウスメーカーさんを脅威に感じることもないですし、ハウスメーカーさんはハウスメーカーさんのいいところがあって、工務店さんには工務店さんのいいところ、悪いところ、いろいろあるんじゃないかなと思いますのでね、その辺はゆっくりまたお時間ね、かけて、見られたらいいんじゃないかなというふうに思いますというところです。そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。こんにちは、クオホーム本田です。今回はですね、この動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではですね、家作りに関すること、家作りに関するご不安なこと、家作りに関する施工に関すること、家作りに関する商品のこと、家作りとはちょっと関係ないお話から家作りの、裏話、含めてですね、いろんなことをですね、動画にして皆様にお届けさせていただけたらなというふうに思っています。ご興味ある方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけたらですね、最新の動画が皆様の方に、お届けできるかなと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録していただけたら、嬉しいなというふうに思っております。そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。